高田の馬場のジンギスカンのお店、羊のロッジに行ってまいりました。このジンギスカンの羊のロッジ、面白いのがですね、お鍋が非常に特徴があるんですね。ジンギスカンの焼きを焼きながら、その下のお鍋で、ラムしゃぶがですね、しゃぶしゃぶができるという形なんですね。上の皿で焼きながら下のところでラムしゃぶが食べられます。そしてさあ、岩塩でも食べられるですね、ラム生肩ロースですね、これを焼いてみました。これ岩塩で食べてもすっごい美味しかったですね、だけどもこのソース絶妙でした。美味しかったです。さあ、僕ね、焼くときにこうやって一枚一枚丹念に丁寧に焼きます。最初の1枚目本当にね、真剣に焼くんですね、で焼きながら、いただいていきます。タレで、岩塩でもいけるんですけど、タレでも十分美味しかったですね、そして次にですね、生ラムですね、こちらも美味しいですね。ラムしゃぶですね、ラムしゃぶ。本当にこれ、お出汁がですね、上のジンギスカンの鍋から落ちてくる鍋で、鍋の油がそのまま浸透していくんですね。そしてこれ、ラムパクチー、絶妙でしたね。もう本当にパクチーの味と、パプリカの味、まるでポルトガルにいるようでした。そしてさらに、ラムしゃぶをおかわりいただきで、もうこの辺になるともう本当に至福の状態ですね、焼いて、しゃぶしゃぶ、どちらも楽しみます。そして最後は、この卵麺、最後の卵麺ね、これ本当にスープが塩コショウで締めても美味しいんですけども、さらにタレを薄めて一緒にいただきました。もう僕も奥さんも大満足でした。そして、店長さんも一緒にありがとうございましたということで、美味しかったので一緒に記念撮影を撮りました。羊のロッジ、高田の馬場のお店です。また行ってみたいと思います。